ルノー日本法人が新型クーペ SUV を2022年春に導入するようです。先行生産の実写を取材できました。どんな車なのでしょう。ルノーがクーペ SUV を描くわけ。英国編集部が長期テスト社に迎え入れ、フランスでは、プジョー3008を抜いて C セグメント SUV のベストセラーになるなど、欧州では注目の一台になっているルノー・アルカナが 来年春に日本に上陸するという、しかもルノーの電動化戦略 E、テック、E テックの一角を占めるハイブリッドシステムを搭載する予定だ。日本市場では、ジャーマンプレミアム以外で、初のクーペ SUV、新車の輸入車では、唯一のプラグインではないハイブリッド車になる、このアルカナの先行生産車に特設コースで試乗することができた。それにしても、なぜルノーが、 クーペ SUV を手掛けたのか、市場とは別に、プログラムダイレクターとデザイナーにオンラインで話を聞くことができたので、そこで得た情報をもお伝えする。クーペ SUV を作ろうと思った理由は、プレミアムブランドの市場に食い込んでいきたいからだという、すでに同種のモデルが、ジャーマンプレミアムから登場していたので、それ以外で最初に出すことにこだわったそうだ。背景にあるのは、 今年1月に発表された新戦略ルノールシオンリノーリューションだ。ここでルカデメを CEO が掲げたのがボリュームからバリューへだった。その象徴としてルノー後3区の電動化による復活をアナウンスしたことを覚えている人もいるだろう。クーペのラインと高市上高。アルカナのデザインはサイドから見た時の滑らかなライン。フロントやリアのワイド感がポイントと語っていた。 シルエットではルーフからリアスポイラーまで滑らかな曲線でつなげることに気を配ったとのこと。実車を目の前にすると 200mm の最低地上高が SUV らしさをアピールする一方、ルーフラインは綺麗で初のクーペ SUV とは思えないまとまりがある。横長のグリルやヘッドランプ赤いラインが 中央に伸びるリアコンビランプなどにより、同じ C セグメントのメガーヌに近づけたという説明も理解できた。ただしプラットフォームはメガーヌと共通ではなく、ルーテシアやキャプチャーと同じ CMF-B を使う。全高はキャプチャーより低く、CMF-B はメガーヌ用より軽量である上に、世代が新しい分 ADAS 対応などに長けていると、 言うのが理由だ。欧州仕様のホイールベースは 2720mm、ボディサイズは 4568821576mm で、日本仕様のメガネスポーツツアラーと比べるとボディは 50mm 以上短いが、ホイールベースは 10mm 長く、幅は 5mm ほど広くなり、高さはキャプチャーより 15mm ほど低い。 この数字もクーペらしく見える理由だろう。グレードごとの差別化にも留意したとのこと。確かに、日本に導入される見込みの RS ラインは、フロントに F1 タイプのエアインテークブレードを内蔵し、ホイールは赤いアクセントの入った専用デザインとするなど、静感さが際立つ。ボリュームから、バリュー内装は、インテリアも RS ラインということで、助手席側に、 カーボン調パネルや赤いラインを入れスポーティに装っている細かいドットの入ったレザーとアルカンターラのコンビとなるシートも RS ライン独自の装備だクーペでありながらキャビンの広さにこだわったことにも触れていたその言葉通りでリアは座面を低くしたりしていないのに身長 170cm の僕ならルーフに頭が触れることはなく 足元にも余裕がある480リットルの過失容積を持つラゲッジスペースも奥行きがたっぷりしていたもう一つの注目点であるハイブリッドシステムは F1 エンジニアも開発に関わったとのことで1エンジン2モータードッククラッチ式トランスミッションなど共通部分もあるマネジメントのソフトウェアも F1 から提供されたというトランスミッションはエンジンに4足 メインモーターに二足を備え、それぞれにニュートラルもあるので、トータルで15通りのモードを持つ。サブモーターの HSG、ハイボルテージスタータージェネレーターは、変速時に瞬時に回って、ショックを吸収する役目も持つ。エンジンプラスにモーターどんな感じ発進は、モーターのみで。 途中からエンジンが始動するのは他の多くのハイブリッド車と同じ。ただしエンジンは速度に合わせて吹き上がり、スロットルペダルを緩めるとギアチェンジによって回転が落ちる。HSG のおかげで変速時のショックはないが、ダイレクト感には溢れていてワイドレシオのデュアルクラッチトランスミッションのような感覚だ。スロットルから足を離せばエネルギー回生が始まり、 ブレーキペダルを踏むとそれが強まるが、スポーツモードでは、減速時にもエンジンを回すなど、走りを好むユーザーを想定したチューニングだった。自然なペダルタッチも好印象だった。RS ラインということでサスペンションは硬めに、仕立てたそうだが、欧州仕様の車両重量は 1435kg と、メガーヌやキャプチャーより重く、ホイールベースやトレッドに余裕がある上に、 タイヤサイズは215、55R18 で、キャプチャーと同じなので、乗り心地はルノーらしい、フラット感や、しっとり感を得ることができた、見た目だけじゃない、電動化時代の新モデル、ハンドリングもロングホイールベースのワイドトレットが、効いているようで、駆動用電池搭載による、低重心化もあり、SUV で気になる、腰高感はなく、身のこなしは自然。 キャプチャーよりもルーテシアに近い感覚で曲がってゆけた。クーペ SUV ボディは見た目のインパクトだけでなく、快適性と操縦性の高次元両立にも貢献していた。燃費だけでなく走り味も大切にしたハイブリッドシステムに通じるところがあった。距離を重ねるほど好きになるという点で、アルカナも当たるのをそのものだった。ルノーアルカナスペック。 数値はすべて欧州使用値。全長、4568mm。全幅、1821mm。全高、1576mm。実速 0100km 加速、10.8秒。CO2 排出量、108g、km。車両重量、1435kg。エンジン形式。 1598cc 自家4使用燃料、ガソリン、システム最高出力、143PS、最高出力、エンジン、94PS、最大トルク、エンジン、15.1kg、M、600rpm、最高出力、E モーター、49PS、最大トルク、E モーター、20.9kg、M、ギアボックス、 エンジン4速、メインモーター2速、最低地上高200、mm、200mm。